藤田壮一は、京都府都筑郡八幡町出身の元プロ野球選手。左投げ左打。業務提携先は株式会社レガシージャパン。中学校までを京都府八幡市で過ごし、長崎県の市立島原中央高等学校に野球留学した。2年秋にエースとして九州大会に出場。3年夏の県大会はベスト16。卒業後は社会人野球、西濃運輸硬式野球部に入部。抑えとして素質が開花し、1996年の社会人野球日本選手権大会ではチームが準優勝した際に5試合すべてに救援登板し3勝、防御率 1.00 で関東賞を受賞した。翌年も都市対抗野球大会でのベスト8入りに貢献している。1997年のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから3位で指名されて入団。1998年4月4日の近鉄戦の8回に初登板。4月11日の西武ライオンズ戦で初セーブ、5月4日の西武戦で初勝利を記録した。7月7日の連敗の日本プロ野球ワースト新記録となる17連敗を記録したオリックスブルーウェーブ戦では2人目で登板したが、同点で迎えた延長12回に自身が出塁させた。走者を残した状況で降板し、3人目の近藤、義久がサヨナラ満塁本塁打を打たれ、この試合の敗戦投手となった。川本育志に次ぎチーム2位の7セーブを挙げ、67試合の登板で防御率 2.17 の好成績で前半で6勝を挙げながら後半9失速した。近鉄の牧進次を抑えて、新人王の最右翼とも見られたが、入団4年目の尾関達也にタイトルをさらわれる。1999年は65試合に登板し、リーグ最多登板となった。しかし、防御率は前年よりも悪化した。2000年に70試合登板で2年連続最多登板。防御率 4.27 と安定感を欠いたが、最多ホールドのタイトルを獲得。2001年にオールスターゲームに初出場した。同年は60試合に登板した。だが、この年も防御率 4.70 と安定感を欠いた。2002年も50試合に登板し、防御率 3.86 の成績だった。2003年は不振のため28試合にしか登板できなかった。2004年は安定感を欠くも62試合に登板してチームのプレーオフ争いに貢献した。2005年10月17日のリーグ優勝を成し遂げた時は誕生日を迎え、同日の試合で勝利投手になった。同年は薮田康彦、小林正秀と共にロッテの勝利の方程式として一部メディアからは阪神タイガースの勝利の方程式JFK をもじって、ユーフックと呼ばれた。シーズンを45試合に登板して1勝4敗、防御率はルーキーイヤーの1998年以来の2点台となる 2.56 の成績を残し、31年ぶりのリーグ優勝と日本一に貢献した。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では3試合に登板し、0勝0敗0セーブ、防御率 9.00、1投9回、1奪三振、自責点1と不調だったが、チームは優勝を果たした。シーズンでは、前年より防御率が悪化したが56試合に登板し、引き続き、セットアッパーとして活躍した。2007年5月3日に史上79人目の通算500試合登板を達成。全試合リリーフ登板であり、初登板から500試合連続リリーフ登板は史上初である。6月20日には連続リリーフ登板が512試合連続となり、パ・リーグ新記録となった。同年は31試合に登板したものの防御率が12点台と極度の不振で、左打者のワンポイントで登板しては打ち込まれるという試合が続き、左肩の故障も、相まって2軍落ちも経験した。10月27日に球団から戦力外通告を受ける。球団からはコーチ就任を要請されるが、残り3試合に迫った連続救援登板2本、記録もあり現役続行を希望。12球団合同トライアウトには参加せず、他球団からのオファーを待った。2007年11月7日に、読売ジャイアンツが獲得を発表した。2008年は、開幕1軍は逃したが、4月5日の対阪神戦で、中継ぎ登板し、当時日本記録となる527試合連続救援登板を達成した。同年は39試合に登板した。2009年は防御率 2.08 と安定感はあったが、自己最低の19試合の登板に終わった。2010年はプロ入り初の1軍登板なしに終わり、10月29日に球団から自身2度目の戦力外通告を受ける。現役続行を希望し、古巣ロッテの入団テストを受けたが契約に至らず、2回目の合同トライアウトに参加した。2011年1月24日に福岡ソフトバンクホークスと育成選手として契約。3月7日付で支配下登録された。同年10月22日に古巣の千葉ロッテマリーンズ戦で通算600試合登板を達成。しかし、同年は19試合登板で防御率も 9.64 の不振だった。日本シリーズ終了後の11月21日に、球団側より来季の契約を結ばないことを通告された。2012年2月7日、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに、選手兼任投手コーチ補佐として入団した。2012年9月13日に、同シーズン限りでの引退を発表し、同日に行われた福井ミラクルエレファンツ戦を最後に退団した。試合後、ロッテの優勝と WBC が一番の思い出。今年、コーチ経験もさせてもらったし、チャンスがあれば指導者をやりたいと話した。その後、東京、赤坂に小球豚、茂を開店、同店のオーナーに就任した。2015年より、古池拓一らと共に、中学少年野球チームの吉川南ボーイズを立ち上げた。また2018年からは、ロッテ OB として日テレニュース24野球解説者に就任。ストレートに勢いがあり、コーナーを正確につくコントロールも持ち合わせている。鋭く変化する決め球のスライダーを左打者の背中から内角へ曲げる技術に長け、稀にシュートやフォークも投げた。50試合登板を7シーズン成し遂げるなど、故障をしないタフさは鉄腕と称された。入団から5年連続で50試合以上に登板したが、これは岩瀬仁紀の15年連続、宮西久夫の11年連続、秋山昇の9年連続に次ぐ4位の記録である。家族は妻と子供が2男1女で、長女はボーイッシュガールズグループ、アクセルの元メンバーのアスカ。妻と娘はピラメキーノの1コーナー、女心。お母さんと一緒に出演したことがある。社会人時代に肩を壊し、リハビリ生活を余儀なくされた経験が故障しない、頑丈な体を作っている。プロに入って先発登板したことはないため、中継ぎのスペシャリストとよく言われたが、ロッテ時代は中継ぎという仕事の評価が低いことに不満を持ち、例年契約更改がこじれていた。2007年5月27日の阪神戦で、金本智明に3球続けて、胸元に投げ、結果四球を与えて、乱闘騒ぎになった。ファンから激しい罵声を浴びて、プロ野球に入ってこれが一番恐怖を感じた、経験だという。翌日には謝罪し、金本も、こういうのは仕方ないと言い、二人の間にわだかまりはないという。WBC 出場選手としては初めて、戦力外通告を受けた選手でもある。それもあり、2007年の年末にプロ野球戦力外通告、クビを宣告された男たちで取り上げられた。ありがとうございます。